はい、皆さんこんにちは。ペソでございます。栄冠は君に第3回目ですね、迎えることとなりました。で、着実にですね、先週のパラはちょっとずつね上がっとるんですけども、ちょっと練習が中途半端になりそうだったんでね、一回ちょっと組んでみました。別でですね。で、とりあえずベンチ入りのこの1年生の彼だけね、合わせていく形にはなるんですけども、で、あとは1年生は通常ですね、足腰強化で守備別、投手、投球練習で、捕手は守備で、一塁手二塁手も守備。今日は、はい、で、サードショートを打撃練習ですね。今日はで、外野手はもう筋力強化に特化します。今日はよいしょ、あと2人ね。あ、残り選手全員でやればよかったかな。はい、これでどんな感じになるかですね。では、ちょっと選手情報をちょっとだけ見てね、次に進みたいと思ってるんですけど、打力がね、もうちょっと、あ、この辺すごくなってきましたね、田之倉さんとか。ピッチャーはどんな感じかな？97ね。おお、96とか。絶対的なエースではなさそうなんで、よいしょ。じゃあ次ですね。まず、ベンチの彼は今日は、足腰強化。で、残る1年生全員は筋力強化ですね。はい、で、守備位置別、ピッチャーが、今日も投球練習。で、キャッチャーと一塁手、二塁手は足腰強化ですね。よいしょ。はい、一生懸命やってください。で、サードショート、守備練習。で、残る外野6人をバッティングですね。こんな感じでね、ちょっとペース早めていきたいと思います。疲労がね、気になってきたとこらへんなんですけど、よいしょ。30前後ぐらいですね。ということで、今日からちょっと講習をね、組んでいきたいと思います。まず、よいしょ、の1年生の彼ね、彼は打撃、はい、で、1年生全員、今日は、足腰強化
で、あと守備一別ですね。ピッチャーは今日は攻守です。技術攻守ね。で、キャッチャー、キャッチャー、ファースト、セカンドは打撃よ。で、サードショートは、今日は筋力ですね。で、残る外野は守備に回します。こんな感じですね。で、ちょっとピッチャーの疲労度がこれで、ちょっとやっぱり落ちますね。これをうまく使っていってね、まあ一回ちょっとネタで全休はやってみたいと思ってるんですけど、残り32日。で、今日はね、キャッチャーとファースト、セカンドを攻守に回していきますので、個人別で。まず、この、技術講習。で、1年生全員は、残り32日なんで、筋力強化ですね、今日は。で、守備一別。で、ピッチャーに、今日は守備練習させます。で、キャッチャー、技術講習。で、ファーストも技術講習。で、セカンドも技術講習。で、サードショートが打撃ですね。で、残り選手全員をランニングさせます。次ですね。残り31日。今日はサードショートを、技術講習させますが、まず、ね、彼だけ指定するのがちょっとめんどくさいんですけどね。またレギュラー練習は残り10日切ってからと思ってますんで、彼は今日は筋トレですね。で、1年生全員で、ランニング。で、ピッチャー。ピッチャー投球練習ですね。で、キャッチャーは筋トレ。キャッチャーファースト、セカンドですね。で、サードショート講習ですね。で、外野型で打撃。打撃。頑張ってください。
さあ、残り30日ですね。ちょっと選手情報を見てみましょうか。レギュラーですね。ああ、吉川君が打撃99まで上がってきましたね。センター俊足の2人ですね。まあ、剣崎さん、119とかね、ほぼほぼもうフルになりかけてますよね。残り30日。さあ、まず、吉川君からね。今日は、一塁手の練習は、守備。で、ピッチャーは今日は、30日なので、たまには気分変えさせてね、打撃練習。で、1年生全員残りで、筋トレね。で、また守備位置別に戻って、キャッチャー、守備、ファースト、守備。で、セカンド、守備。で、サードショートは今日はランニングさせます。はい、ショートね。で、外野残りの6人を攻守に当てます。これでどんな感じかな？ああ、ちょっと練習してないと若干落ちたりとかするんですね、やっぱり。疲労は取れる代わりにね。もうちょっとね、脅かす選手欲しいですよね。これね、守備は上手なんですけどね、足が遅いんですよね。なかなか打てる外野手が出てこないですよね。よいしょ。ピッチャーどんな感じかな？まだ100、100のピッチャーは出てこないですね。球速100の、制球100の。じゃあ、残り29日なので、またちょっと練習メニューね、当てていきましょう。吉川君は打撃。で、あと、ピッチャーね。ピッチャーは今日はランニング。で、残り1年生全員、攻守。で、守備ですね。キャッチャー、打撃、ファースト、打撃、セカンドも、打撃。で、サードショートが守備。
で、外野が筋力。そうですね、こんなペースでね、やっていけばあと4、5回ぐらいで大会いけるかなと思っております。大体1週間ペースですね。で、ちょっと残り10日切ったぐらいからまたちょっとレギュラー練習とかね、いろいろ考えていきたいなと思っております。ちなみに今ちょっと見ましょうか、全員ね。パッとこんな感じですね。ピッチャー4人かな、3人でもいいけどね。で、キャッチャー、100超えたから、彼にね、任せましょう。で、内野。ファースト、彼がね、ちょっとあまり伸びないんですよね、思ってる以上に。山田君。で、これも100、100超えたので。体力がね、ちょっとないのが。で、リードオフマンはそうですね、高野さんか、センターの彼ですね。西崎君も100、100になりましたね。そうですね、こんな感じかな。彼が、ちょっとね、藤さんが、あまりちょっと弱いですね。で、石井さんもええ感じになってきたんで、彼3番任せても面白いかもしれないですね。で、4番は剣崎さん。で、西澤さんも、これは代打の切り札とかね、取れそうですね。で、田代さんも足早いが、彼2番でもいいかもしれないですね。まあ、ちょっと、もうちょっとね、足早ければ言うことなしなんですけどね。はい。で、まあ、田野倉さん3番でもええかな。まあ、どっちでもいいですけどね。はい。こんな感じでなっております。では、川間君に第3回ここまでにして、させていただきますね。ごめんなさいね。ちょっと全然他が音楽なくて申し訳ないですけどもね。続けて見ていただければ幸いでございます。では、次回まで。さよなら。